皆さんこんにちは、まゆです。今日は横浜のイングリッシュガーデンに来ています。少しね、中を見て回ってお昼ご飯を横浜駅で食べて帰ろうと思います。こんにちは、まゆです。久々に香水を買いました。最後に香水買ったのって多分ね、本当に10年前とかそんな感じなんですよ。20代前半にハマってたジバンシーのパイっていう香水があって、それをねよく買って使ってたんだけど、それからね、なんかなんだろうな、多分アロマとかそういうのにハマって、香水のあのちょっと香りが強いものにすごくこう違和感を抱いていたっていうか、なんかちょっと嫌な感じだなって思ってた時期があって、あんまりちょっとこう疎遠だったんだけど、最近ね、あのノーズショップっていうところに行って香水をねゲットしました。なので今日はそれを紹介しようかなと思います。まず一つ目がこれ、めっちゃさ本みたいじゃない、かわいいよね。めっちゃ開けてみます。てれー、見てめっちゃかわいくない？なんかもう見た目からしてかわいいし、これがねコルクになってるんですよね。ここの部分がコルクになってて可愛いなって思ったのでね、買ってみました。はぁ、めっちゃ好きな匂いだわ。甘い匂いがすごい好きで、こんな感じですね。なんかこうインテリアとして置いてても可愛いし、そんなに香水をつけないのでね、クローゼットに巻いてみたりとか、まあちょっとね、お出かけするときにつけてみようかなと思います。甘い香りでちょっとなんかこうウッディーな感じの香りになってます。これは何なんだろう、蓋なのかな。あ、蓋なのかもしれない。これに、あ、蓋だ、あ、違うかな、あ、蓋でした。あ、可愛いよね。多分こっちでつけて普段は
お部屋に置いとこうかなと思います。バラオンダっていう書いてありますね。バラオンダナソマットっていうのかな、ナソマットっていう香りなのか、こんな感じですね。どっちがちょっと香りの名前かわかんないんですけど、店員さんにこういう匂いが好きなんですけど、なんか似たようなのありますかって聞いたら、これをねおすすめしてもらって、匂いを嗅いだら、ああもうこれ超いい匂いと思い、うん、めっちゃいい匂いで、これをね買ってみました。甘めの香りですね。続いて2つ目はこちらです。これはね書いてあるんだよな、オードパルファムサランガブラン、サランガブラン。今のさ、あの香水の箱ってすごいおしゃれなんだね。かわいい、ね、かわいい箱がさ、わかる、このちょっと凹凸になってかわいいね。こんな感じです。てれん、かわいい、かわいい。これは確かね、これあこっちかな、こっちが大きいのとちっちゃいので選べた気がします。どんなんだったかちょっと忘れちゃったけど、こんな感じです。ピンクが合うかしら。これはなんかこういうような入れ物でバーっていっぱい並んでて、いろんな匂いがあったものになります。めっちゃいい匂いするんだよね、これ。めっちゃいい匂い、うん、なんかジャスミンみたいなフローラルなね香りがします。うん、あーめっちゃこれ買って正解だわ。ちょっとこっちはフローラルな感じで、こっちはね甘めな感じになってます。こうやってさ置いとくだけでも可愛いよね。なんか前の香水のイメージってもっとこう存在感が強い、なんかドーンってした感じ、ジバジのパイとかブルガリとかさ、こういうなんか香水ってシャネルとかさ、こういうイメージだったんだけど、なんかちょっとさ韓国っぽい、韓国コスメっぽい感じのなんかねデザインになってて、でちっちゃめをねあえて選んで、多分ね大きいの使い切れないからちっちゃいのを選んで買ってみました。これをさなんかこの辺にこうインテリアとして置いててもさ全然馴染むし可愛いですよね。はい、こんな感じでね買ってみました。で最近さアジサイがすごいいろんなところで咲いてて、これはお庭からね取ったアジサイなんですけど、ガクアジサイっていうアジサイですね。こう周りに大きく大きいお花が咲いてて、この真ん中にはすごいちっちゃいお花が咲いてるんですよね。アジサイがさすごい好きだから、いろんなところに見に行きたいなって今年はね考えています。新宿御苑にねめっちゃ行きたいんだよね。桜の時期に新宿御苑に行ったんだけど、アジサイってさなんかこう独特なこう枝の出方をしてるから、あこれアジサイだ、あこれもアジサイだ、あこれもアジサイだみたいな感じで、アジサイがここいっぱい咲くんだっていうのをね知ってるので、はい、新宿御苑にね見に行きたいなと思っています。はい、あとね昨日、パパに会ってきて、父の日のねプレゼントを渡すことができました。去年は赤霧っていうお酒がねすごく大好きなのでそれをプレゼントしたんだけど、今年はなんか九州のお酒の飲み比べセットみたいなものをねプレゼントしました。はい、でご飯も一緒に食べに行って、相模原のね赤城とんかつ、赤城っていうお店ですね、とんかつが美味しいお店で行ってきました。すっごいね美味しいんですけど、もちろん美味しいんだけどボリュームがすごくて食べきれなかったんですよね。なんかめっちゃお腹空かせて行ったから、いや絶対食べれるじゃんこんなの、余裕余裕って思ってたら全然残しちゃいましたね。残しちゃいましたっていうか、
あの昔からねちっちゃい時からそうなんだけど、まゆが残したものは全部ねパパがね食べてくれるんだけど、パパもお腹いっぱいすぎてまゆが残したのが食べれないぐらいかなりボリューミーでした。でも美味しかったのでね、また今度はキャベツがすごいモリモリなので、あのキャベツ少なめでねいきたいと思います。はい、ということで今日はちょっと短いんですけども、この辺で動画を終わりたいと思います。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。それではバイバイ。